宇垣一世、宇垣一世、宇垣一茂、慶応四年六月二十一日、1868年8月9日、昭和三十一年、1956年4月30日は、日本の陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍大将。異界君党は、正二位、君一党校四級。大正末期から、昭和初期にかけて、 長州出身者に代わって、陸軍の実権を握り、宇垣き罰と称される勢力を築いた。陸軍大臣として、宇垣軍縮を断行したほか、クーデター未遂計画である三月事件に関与し、予備役入り後に、組閣の対面が下ったが、陸軍の反対で頓挫し、以後も、幾度か首相に犠牲られたが、いずれも実現しなかった。短期外省を務めた後公職から引退し、戦後になり、 参議院議員となったが在職中に死去した。慶応四年、1868年、美前国岩梨郡大内村、現、岡山県岡山市東区瀬戸町大内の農家に五人兄弟の抜子として生まれた。水飲み百姓、うがき木江門の逸尾で、幼名は目次。後に、海軍中将となる、うがきまといと同郷だが遠籍ではない。若くして、 教員採用試験に合格10代で小学校校長として働いた後に上京し成城学校を経て陸軍に入った。軍曹に昇進した宇垣は陸軍士官学校に入学した。明治23年1890年7月26日に陸軍士官学校一期を150人中11位で卒業明治24年 1891年3月24日に陸軍府表彰位に任官した。明治29年、1896年に一世と改名している。明治33年、1900年に陸軍大学校14期を39人中3位で卒業し恩師の軍刀を配慮した。遺憾時代には薩摩出身の川上総六の下で地位を上げ、川上の死後は 長州出身の田中義和に突き昇進した。遺憾時代のう垣は、他人より出世が遅く、二部垣とあだ名されるほどであり、諸生術が巧みであったとは言えなかった。明治三十五年、一九百二年から明治三十七年、一九百四年にかけてドイツに留学した。この間に、最初の妻の陳恵が死去している。明治三十九年、 1906年に再度ドイツに留学した。明治40年、1907年に、小原貞子と再婚。明治43年、1910年に、陸軍副評大佐に進級した。大正2年、1913年、山本権米内閣による、陸海軍大臣現役制廃止に反対する、海文書を配布し、陸軍省軍務局軍事課長の要職から、 名古屋の不評を第六連隊長に左遷された。大正4年、1915年に陸軍少将に進級、大正5年、1916年に参謀本部第一部長、大正8年、1919年に陸軍中将に進級、大正10年、1921年3月11日に姫路の大十0師団長、大正12年、 1923年には陸軍次官に就任した。大正13年1924年に田中による工作が成功し、清浦内閣の陸軍大臣に就任した。加藤孔明内閣でも陸軍大臣に留任した。田中及び声優会と距離を取るようになり、県政会に接近して宇垣軍縮を実行した。大正14年1925年に、 加藤内閣において、軍事予算の削減を目的とする軍縮を要求する、世論の高まり、陸軍省警備局長の三井聖一郎を委員長とする、陸軍会警備規定整理委員会を設けられた。二十一個師団のうち、高田の第十三師団、豊橋の第十五師団、岡山の第十七師団、久留米の第十八師団の、計四師団、連隊区司令部十六箇所、 陸軍病院5カ所、陸軍幼年学校2校が廃止された。軍縮は予算縮減を目的としていたが、実際には浮いた予算は装備の更新に回された。第一次世界大戦を経て近代化されていた諸外国の陸軍に比べ、日本の装備は見劣りがしていた。戦車連隊と降車砲連隊各1個、飛行連隊2個、台湾に山砲兵連隊1個を新設。 自動車学校と通信学校の開校、飛行機、戦車、軽機関銃、自動車牽引砲、野戦銃砲の配備が行われた。定員の縮小に伴い多くの将校が退役させられた。師団長4人、不評連隊長16人のポストが亡くなったことも将校の反発を招いた。さらに中学校以上に余剰な将校を配置、陸軍現役将校学校配属令。 軍事教育を徹底させて国家総動員体制を構築しようとした。第一次、若月内閣でも引き続き留任し、昭和2年、1927年まで務めた陸軍大将に進級。昭和2年、1927年に声優改正権下での陸将を辞退して朝鮮総督、臨時代理に就任。昭和4年、 1929年に浜口友好内閣で再び陸軍大臣に就任し再度軍縮を検討したが自身の健康悪化と浜口首相遭難事件で実現しなかった。爆僚が首謀者となりうがきら陸軍首脳も関与していたクーデター未遂事件3月事件が発覚した。クーデター後の首相就任が予定されていたうがきは 合法的に政権を獲得できる見込みがあると反したため計画を中止させた。昭和6年1931年に予備役となり、昭和11年1936年まで再び朝鮮総督を務めた。朝鮮総督時代に内戦優和を掲げ公民化政策を行った。一方で農村振興、南面北羊政策と、 高校平進政策を推進したが、実効性には乏しく、宇がの次に、朝鮮総督となった、南次郎の統治時代には、農村振興政策は受け継がれなかった。また、金の算出を奨励したものの、ほとんどの利益は、日本資本が占め、朝鮮人にまで利益は行き渡らなかった。ただし、大谷慶次郎によれば、朝鮮人の間で、歴代総督の中で、朝鮮人のために尽くして出た。 唯一の総督と浮垣が高く評価されていたと解雇している。昭和12年、1937年に広田内閣が総辞職した。折しも、昭和6年、1931年の満州事変、翌昭和7年、1932年の点1号事件、翌昭和8年、1933年の国際連盟脱退、昭和11年、 1936年には2.26事件など、軍部による作防や日本の国際的孤立化、さらには陸軍行動派などによるテロ事件の発生、新聞報道による政治批判と政党政治の腐敗による国民の政治不信などにより、政情が不安定化していた。そして、それをきっかけとして、軍部の政治への干渉が著しくなり、危険な戦争への突入が懸念された。 元老、西恩寺金持ちは加藤内閣の陸軍大臣であった。時に内閣の方針によく協力し、軍縮に成功したうがきの手腕を高く評価していた。またうがきならば、軍部に抑えが効くとも判断していた。西恩寺の相乗を受け、対名降下される運びとなった。陸軍の大物でありながら軍部ファシズムの流れに批判的であり、また中国や 英米などの外国にも恩恵な姿勢を取る宇垣の主犯登場は、世評も高かった。しかし、石原幹事不評大佐などの陸軍中堅層は、軍部主導で政治を行うことを目論んでいた。宇垣の組閣がなれば、軍部に対しての強力な抑止力となることは、明白であったので、彼らは宇垣の組閣を阻止すべく動いた。石原は、 自身の属する参謀本部を中心に、陸軍首脳部を突き上げ、寺内俊一陸軍大臣も説得し、宇垣に対して自主的に対面を廃止させるように、説得する命を、寺内大臣から中島今朝後憲兵司令官に命じてもらった。中島中将は宇垣が組閣の対面を受けようと、三大する途中、宇垣の車を玉川六号橋で止めて、そこに乗り込み、 寺内大臣からの命令であると言い、廃止するようにと説得したが、宇垣はこれを無視して、対命を受けた。しかし、石原は諦めず、軍部大臣現役部官制に目をつけて宇垣内閣の陸軍大臣のポストに誰もつかないよう工作した。宇垣の陸軍大臣在任中、宇垣四天皇と呼ばれたうちの二人、杉山本教育総監。 小磯国秋朝鮮軍司令官にも工作は成功し、陸軍大臣のポストは宙に浮く。宇垣は小磯に直接陸将就任を打診したが、三長官会議で合意が取れればよい。合意が取れないか直接頼んでいるのだと詰め寄った。宇垣に三長官会議の合意が取れない状態で、引き受けても、東京に向かう途中で、予備役編入の通知を受け取って、無駄骨になると言われている。 当時予備役陸軍大将だった、宇垣自身が首相と陸将の兼任による内閣発足を模索し、自らの現役復帰と陸将兼任を直命で実現させるよう、湯浅倉平内大臣に打診したが、失敗した、際の宮中への悪影響を恐れた、湯浅らに拒絶されたため組閣を断念せざるを得ない状態へ追い込まれた。石原は、後年、 宇垣の祖閣を流産させたこの時の自分の行動を人生最大級の間違いとて反省している。石原の反省は、宇垣の祖閣流産の後の政治の流れが、石原が最も嫌う日本と中国の全面戦争、石原が時期尚早と考えていた、台米戦争への突入へと動いていったことによるもので、石原は宇垣の力をもってすれば、 この流れを変えることができたに違いないと考えたわけである。また西恩寺もこの組閣失敗によって気力をなくし天皇の家門と宝刀を辞退した意向を述べるのであった。大正デモクラシーの最中の第一次山本内閣において軍部大臣現役部官制を予備役に拡大した時に最も強硬に反対し陸軍首脳部を突き上げたのが当時陸軍省の 課長だった、宇垣であり、皮肉にも広田内閣の時に復活したその、現役部完成により組閣断念に追い込まれた。予備役でも陸将になることが可能であれば、宇垣自身が陸将を兼任すれば、宇垣内閣が、発足できた。この後も、たびたび次期首相候補として、名前が上がるが、陸軍が賛成しないとして、対名効果には至らなかった。昭和13年、 1938年に第一次、この絵内閣で外務大臣に就任をさらに、拓務大臣を兼任している。祖角流山から半年後の昭和12年、1937年7月7日に、露光橋事件が勃発、日中戦争に突入した。この絵文丸首相は、事変初期段階での収集に失敗し、いわゆるこの絵生命、自己国民政府を対処、大使、 とせずを発するにをよんで、泥沼化が懸念されていた。事態を有料していた宇垣は、昭和13年、1938年5月の改造内閣に、外務大臣としての入閣を壊れると、日中和平交渉の開始や、大使とせず方針の撤回を条件に就任。早々に、この絵生命の再検討を表明し、中日英国大使、クレーギー、中中英国大使か、 英語版などを開始、交渉期国民政府行政委員長らと国費に接触、中国側からの現実的な和平条件引き出しにも成功ている。しかし、この絵首相は、小解析のゲアなど和平条件釣り上げの姿勢を見せ、この絵声明の維持を表明するなどした。また陸軍は、宇がの和平工作を妨害する意図もあって、いわゆる公安の設置を働きかけ、対中外交の主導権を、 外務省から奪うことを格索。この絵も賛成した。こうして、この絵首相からもはしごを外された形となり、外相を辞任した。なお、在任中に発生したソ連との国境紛争長古本事件を外交交渉によって停戦させている。在任中には、牛場の武彦来はゆる革新派とされる若手、外交官が、宇賀北区を訪問して、対中強硬論や革新派のリー白鳥敏夫の、 時間就任といった外交刷新を訴えるといった事件も発生しているが、省内のこうした路線対立も、宇垣の指導力発揮を困難なものにしていた。以上のように首相や外務省の支えがない中で、差したる成果も上げられないまま辞任に至ったが、目下の課題を実務的に処理する堅実な姿勢を見せた。宇垣が,が、 国民政府から引き出した条件は、後の日米交渉に比べてはるかに有利なもので、あるのはもちろん、交渉ルートが確実に国民政府中枢と通じた筋の良いものであったこと、相互の信頼関係の存在などから、その後様々な形で行われた、日中和平の試みの中でも最も実現性が高く貴重なものであったとの評価もある。 満州受編以来の日本外交を厳しく批判していた外交評論家の清沢清は、うがき外交を高く評価。日本は久々に外交を持った。外交官ではない人物によって投票したとされる。同年9月に辞任し、以後一戦を退いた。昭和19年、1944年に、拓殖大学第五大学長に就任している。うがきは和平派グループに頼りにされていた。 第二次世界大戦下の昭和18年、1943年、東条秀樹内閣に対する批判が高まり、東条内閣打倒の急戦法だった中野聖郷らにより、宇垣が後継主犯として挙げられ、重臣たちの了解も取り付けた。宇垣本人も中野の策を了承し、東条内閣打倒に賛意を示した。しかし中野たちのこの当確運動は東条に事前に弾圧され、 ここでも、宇垣き内閣は誕生することはなく終わった。昭和20年、1945年、太平洋戦争終結の後、公職追放。東京裁判を主導した首席検察官のキーナンは、与内光つ若月玲二郎、岡田圭介と並んで宇垣きを、ファシズムに抵抗した平和主義者と呼び称賛し、4人をパーティに招待し、艦隊している。 昭和27年、1952年に追放解除された。昭和28年、1953年4月に行われた第3回参院選挙で全国区から立候補し、51万票を集め、トップ当選した。当選権は約15万票だったが、宇垣は最高点51万3765票を集めて当選した。選挙運動中に倒れ、 ほとんど議員活動はできなかった。山田風太郎によると、打ち合わせ中の火鉢の焚きすぎによる一、酸化炭素中毒という、昭和31年、1956年に、静岡県伊豆長岡町、現在の伊豆の国市長岡の将来層で、議員在職のまま死去した。墓所は、玉霊園。宇垣のの87歳は、平成28年、2016年現在、 現職の参議院議員として最高齢体記録である、もう一人は市川ふさえ、こちらも議員在職のまま死去。上原優作元帥を中心とする旧終罰には川堀のような男と揶揄された。田中義和の副審として陸将に抜擢されたにも、かかわらず、自身の派閥強化のため班長終罰的な行動、予備役入りや陸大化の排除を取る。解文書内で、 軍部大臣現役部官制に固執し、政党政治を強く批判。三月事件に代表されるように軍部による国家支配を拡作したにもかかわらず、西恩寺により主犯指名されるとそれらすべてを否定した。三月事件でも態度を翻している。軍国主義を誰よりも推進させてきた、長本人の変説は石原のみならず、宇垣き罰にも受け入れられるものではなかった。 ファシズムに抵抗したのではなく、ファシズムに受け入れられなかったのである。聞きよくなど曖昧な表現を多用し、外省在任中に起きた、超古本事件においては、あたかも出兵を容認したかのように受け取られた。宇垣は、昭和天皇に対しては、明確に反対論を醸造していたため天皇は、不信感を持ったとされ、昭和天皇独白録では、このような人を、 総理大臣にしてはならないと思うと酷評されていた。昭和天皇は三月事件の原因も、うがきの言い回しが原因ではないかと考えていた。自他共に認める首相候補であり、内閣留産後も幾度となく候補として名前が挙がったが、結局首相になれず候補のままで他界したことから、正解の惑星と呼ばれるようになった。惑星は太陽。 イコール首相の周りを回り続けるが、自ら太陽、イコール首相にはなれないとの意味である。議会主義を尊重していたことなどから、大物軍人としては珍しく、政党政治家グループにも人気が、戦前は民政党総裁に、戦後直後には日本進歩党総裁に押されたことがあったが、これらも実現を見ることはなかった。宇垣は田舎者らしく無頓着な平民的要望だったが、 人一,一倍光明心に燃えているところもあった。田中の援助で陸将になれたにもかかわらず、世に対する内外の期待はかなり大である。帝国の運命聖水は我一人にあると日記に書くほど自意識過剰であった。交換された宇垣一世日記には、が二千回以上、が千回以上用いられているという、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。